大リーグエンゼルスに、6ダイヤモンドバックス、30日、アナハイムエンゼルスタジアム、エンゼルス、大谷翔平投手、28、が30日、日本時間1日、2番、DH、デフル出場した本拠地 D バックス戦で、メジャー今季最長で自己最長の飛距離493フィート、約153メートルの特大30号ソロを放った。 日本勢初の3年連続30本塁打を達成。6月は月間15発でア・リーグ最多タイ記録。MLB 全体でトップの30本塁打、67打点に加え、打率3割一部もリーグ1位のヘイズ、オリオールズ、と6輪差で3冠大表の届くところになってきた。アスタリスク、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 アススタリスク大谷が打席に立つと異様な空気に包まれる。 点差や、走者の有無など、状況はもはや関係ない。名前がコールされただけで本拠地のファンが湧き、熱い視線が継がれる。大谷の試合を現地で取材するのは、5月10日の本拠地アストロズ戦以来、約1ヶ月半ぶり。もちろん、当時も大谷はチームのスターで、他の選手に比べれば声援も大きかった。だが、今では比べ物にならないほど、地鳴りのような歓声が起きる。 6月に本塁打を量産したことで、ファンの期待感も一気に増した。相手バッテリーもさらに警戒している。1打席目は一死走者なしながら4球連続外角のボール球で死球。2打席連続弾がかかった4打席目も、5点差がありながら全6球がボール球で死球で出塁し、勝負を避ける相手投手に本拠地のファンからは大ブーイング。 そんな中で唯一とも言える嫉妬を見逃さない大家の状態の良さも間違いないものだ。米国入り二日目、いきなり悪巻の一打を目の当たりにして時差ボケも吹っ飛んだ。入国審査でも大家の取材をすることを伝えると、仏頂面だった審査官が来期はどこに移籍するんだ。残るのか、ドジャースか、パドレスか、と突然笑顔になって話しかけてきた。 大谷の一挙手一投足は全米の注目の的になっている。安藤幸太